あれからね、私ネーザーとかに行ってもう何回も死にまくってもう散々な目に遭いましたけど、エンダーパールでテレポートするときにダメージ受けないよ的な待ってくれ、いやーお前だお前だ、うわ出た、オッケー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 じゃないよ、なんそんないっぱいいんのさ。本気というものはね、本気というものはパッパッと言え、追い詰められてからが本気ですから。 OKOKOK。 あーなんか待って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 、違う、なんか違うのがいる、なんだお前、誰だお前は、どっかで見たことあるなお前は、ありがとう。待って、待って。いや卑怯だよ。なんかすごい魔法使ってんじゃん。覚えまくってる。痛い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 。よし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 。よしよし。あ、金の毛なくなってるわ。マジか。いや、2体いる。うわー、2体いる。あー、やばい。あー、まずいぞ、これ。いや、進め。あ、なんでカクカクってんの。あー、あ、なんか手に入れていけ。え、雑魚じゃねえか。おいおいおい。いや、言い過ぎ、言い過ぎ、言い過ぎだって。なんかねえの、なんかない、雑魚じゃないか、あ、なんで死んでないの俺、すごくね、あーおーおー、わかんない、わかんない、わかんない、あー、待て、待て待て待て、生きてる、あーあーあー、もう、なんか、あーって、すごい、あー、あれ、なんか、すごいこと、すごいことになってる、ねえ、いやお前当たんかい、ま、ま、逃げろ逃げろ、よしよし、いったね、あーもういっぱいいるよ、え、これ積んでる、松明あったまんない、あ、無理だ、もう俺はね、まともにやることは諦めました。黒曜石、上も黒曜石でなっちゃってたらあれだけど、いやここはね、いける気がすんだよな、なんかな、なんかいるよ、え、ない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 、なんかいるんですけど、え、待って、あそこ何、え、あれ何、俺ここよりあれが気になるぞ、待ってくれ待ってくれ、お前ら強えな、あれ何あれ何、いけろ、そう言ってみたくない、またなあれはいずれ攻略してやる、まずは俺はあそこの興味の方が強いよ。え、どんだけ高いとこにあるの？あ、かっけえ！あ、足りねえ。全然足りねえ、これ。マジか。あの、高さはいいよ。最悪だ。
おーっと、マジか。ちょっと待って、初めてのなんかいいことじゃないこれ。ポーションオブビング、え、待って、マジで言ってる？え、ライトってこれ何？え、今落下ダメージなかったな。飛べるわけじゃないの？ここに来てやっとまともの成果です。ほら、ここもね、ここもまともに攻略しちゃダメなんだよ。はい、通ります、はい、通ります。お前何、なに、どういうこと、待って、どういうこと。 You don't feel tired enough to sleep。なんか寝れなくなったんだけど、私なんかおかしくないか、なんかおかしくないか。ほんまともに攻略しちゃダメなんだよ。待って、なんかおかしくないか。あれあれ、ちょっと待って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 、ちょっと、何が起きてる、何が起きてるの。回収して、回収して、すぐ回収して。違う違う、なんか違う、なんかおかしい、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 おかしいよ、なんか。違う、いや違う、待って待って待って、え、待って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 、え、まあ、地獄ですけど、え、ま、待って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 、寝ろ寝ろ寝ろ、何こいつ、ま、ちょっと待って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 、何が起きてんの、何が起きてんの一体。俺のいや待って、待って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 、おかしい、おかしい、この世界おかしくなってる、え、この世界おかしくなってるって、え、地獄、あー、なんか待って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 、違う、なんか違うのがいる。あー、え、あれ何、初めてのなんかいいことじゃないこれ。ポーションオブビング、あ、待って、はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます、アラです。今回も RL クラフトやっていきたいと思うんですけど、
前回はですね、動画の方ではちょっと大惨事になってもう元いた村がね壊滅してしまったということでね終わったんですけど、ちょっとその後にライブ配信をやりまして、そこでちょっといろいろ新しい土地を求めて旅立ったわけ でここに行き着きました。砂漠のもうはるかね、もうど前の村がどこにあるか分かんないですけど、はるか先の砂漠の村に行き着きましたので、私はここでまた生きていこうということで砂漠の村すごいおしゃれでいいっすよね。で、まあ、今日は何をやろうかなということなんですけど、ちょっとそこら辺を探索ずつ、今これ壁をね少しでもこの村を守ろうって今砂でやってるんですけど、まあ、いずれもっと強固にしていくつもりではあります。で、壁をこう建造してる途中で、まあ、少しでもこの村を守ろうという意志がね伝わるんじゃないかなと。畑の水を飲むと、これがたまんないね。やっぱり超喉渇くんですよ、暑いから。あ、もう鉄も私できるんだ。ドラゴンがいるんですよ。俺さっき死んだんだよな、ドラゴンにやられて、まあ、そういうこともあってあんまり理想的な環境ではないかなと思うんですけど、あと見てください、これ見つけたんだけど、ダイヤのね、まさかのダイヤのこれがあるんですよ。足がすごくない？マカ、あ、え、マジでそんな近くにあった？もう一個の村。おいおいおい、これは、え、最高じゃない？2個村が近くにあるんですけど、しかも何この村、すっげえおしゃれやん。え、ここも村なの？え、すごっ。何これ、食料がたらふくあると。いや、砂漠の村俺拠点買いすぎ問題があるんよね。もうどんどんさ探索するたびにいいとこがさあるから、赤の大地がある上に。あの鳥がいる、あいつ仲間にしてよ。あ、あ、すげえのはない？ピラミッドの超豪華版じゃないあれ。この、これはちょっと危険な匂いがするの。竜がどっかにいるな。これね、これですね。金塊なんですよ。何？宝の山じゃん、ここ。何？骨しかねえし、でも骨大事なんだよ。これダンジョン説ない？ダンジョンってわけじゃない。ここの鳴き声する。うわ。ダンジョンだ、これダンジョンだな。え、すっげえおしゃれ、めっちゃおしゃれ。ダークがいる、ダークが、まあ、あっちはあんな、なにこれ、ちょっと実験していい？ちょっと実験させてくんない？道具だ、最低な現場をね今見せてしまいましたが、これ何これ、樹脂だって。何これ、気持ち悪い、やだやだやだ。アタックを8にすると鉄の剣が使えるようになると。素晴らしい。こうもう何分の、おい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 、知らねえぞ、おい、だそれ、お前、え、お前そん、ゼルダにそういう敵いなかったか、時のオカリナに。できてたよな、そんなやつ。危険だよ、その雨、危険じゃない？ねえんだよな。何の表紙で出てきてるのか分かんねえんだよな。やばいやばい、もうやだよ。もうやめてくれ。やめてくれ。
あ、なんかある、しかもあるわ、なんかここにモアイ像がいるし、え、モアイ像がいるんだけど、いいことなって、ホールサンドだし、はい、残念でした。あ、いいね、いいよいいよいいよ、すごいすごい、オッケー、これで私は鉄の剣を装備できるようになりました。あー、待って、はいはいはい、一旦戻ろう。モアイ像や、え、誰だよお前は、俺の人間の血を見、あ、ジャンプができねえ、人間の知恵見してやるよお前に、そのお前の後ろはもうジャンプができねえから、よしよしよし、何これ、どうするにすると、何これ、い、収納テーブル、なんか素材みたいのあんの？何そのワークテカ、はみ出てんだよこのはみ出てんだよな、アイテムがな、お前埋まってるじゃん、ヒッポグリフだ、めっちゃ仲間にしたい。で、私がね作りたいのっていうのが、この骨を2個置いて、今この魚、焼いた魚を、ちょっと特殊な魚なんですけど、こう置くと、鳥のおもてなしっていうものが作れます。これを、例えば鳥にあげると仲間になるんですよ。モブが。あ、もういなそうやな、いないやん。マジか。ここにこのクリーチャーは飼いならすことができますっていうので、飼いてるやつは仲間にできるんですよ。ちょっと沸かせるか、危険危険だけどちょっと沸かせるわ。うわ待って、最悪、ま、マジで本当に何なの？やられてんだけど。マジでまただわ。また、またなんですけど。うわ。ここに行き着きました。畑の水を飲むと。これがたまんないね、やっぱり。そんな近くにあった？もう一個の村。おい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 、知らねえぞ、おい。だ、それ、お前、え？お前、ゼルダにそういう敵いなかったか？時のオカリナに。できてたよな、そんなやつ。どうも、原です。後日撮影分なんですが、 RL クラフトをやっていきたいと思います。でねちょっと今もう見切れてるんだけど、お知らせがありまして、実は私やっとです、このモッドで仲間が増えました。彼、アフリット、お前本当に仲間だよなみたいなね、ちょっと見た目のしてる方ではありますけど、彼を仲間にしました。まあどうやって仲間にしたかっていうのは、前回ねおもてなしっていうアイテムが作れるっていうお話はしたんですけど、でゴーストのおもてなしっていうものを作りまして、これをね敵モブこいつに与えると結構使った、
一匹仲間にするのに10個ぐらいは使ったかもしれないね。で仲間になりましたと。そしてシフトで右クリックすると今座るにしてるんですよ。さまようとかついてこいとか、こうついてこいってやればついてくるんですよこいつ。いやーいいね。いやいいよ。お前すごい悪い見た目してるけど、あ気になる。実はこいつだけじゃなくて3匹います同じやつがでもなんか知らんけどこいつめっちゃ湧くんすわ。でもねこのお方ね、名前ボルデモートって呼んでるんだけど、ボルデモートさん強いんですよやっぱり。こいつ炎をね、炎で攻撃するんすわ。まあ、何点かお知らせがあるんですけど、これ今新たな拠点を建築しております。まあ、紆余曲折ありまして砂漠の村に行ったんですけど、その後ね、風車小屋の村に行きました。でも動画を見ていただければ分かるんですけど、またあそこ壊滅、半壊滅ですね。半壊滅してやっぱ村ダメだなと村って結構そのモブからのヘイトを買いやすいみたいな感じだなと思って、ここに前戻ってきた次第ではあります。おーいいね、すごいね。久々に地図見た。今日やりたいことがあって、もともとね私ね、ボルデモートさんをね仲間にするつもりはなかったんですよ。たまたまねこの方がいたから、まあ、ちょうどいいやと思って仲間にしたんですけど、え肩に乗りましたぞ。おいおい、ボルデモート肩に乗ったぞ。えやばあまあかわいいんじゃないかななぜかいきなり肩に乗るっていうね。まあこれはいいんですけど、もともと私このねゴーストのおもてなしじゃなくて獣のおもてなしとかを作りたかったんですよ。まあそれ何かっていうと、ここにあるんですけど、今まで作ったのがゴーストのおもてなし。本当は獣のねおもてなしっていうのを作りたいので、このおもてなしを作るためには肉が必要なんですけど、こいつのアスピットっていう肉が必要です。こいつ確か沼地みたいな場所にいるんですけど、なので私が今日やりたいことは沼地をね探したいなと、沼地を探しに行こうかなと思います。ボルデモートちゃんが戦ってくれんのかな。あれな、アイソンか。あーあーあああ村人がいる。え、すげえ、なにこれ、キャンプ場？馬がいるやん。蔵はないの。ほうほうほう、いいじゃないですか、ありがとう。こんなもんか。いいね、なんかここでキャンプするのなかなかセンスあるんじゃないですか。ボルちゃんさ全然肩から降りないんだよな。これどうしたもんかな。ちょっと枠が見てみますか。アスピットさんが枠ならボルデモートボルちゃんと呼び合ったんで、もういないぞもうハリーびっくりで、ロンもうメンタムひんむいて、多分よだれ垂らしながらお前何者だって言ってくる。アスピットじゃねえやつが生まれたけど、こいつも沼地にいるやつよね。マジですか。君湧くなら湧くんじゃないの、頑張れば。ちょっと新武器の出たな、リーパー。まあいいだろ、舐めやがって。えい、これ強いんですよ。え、スケルトンの頭ゲットした。槍です、私の新武器、槍を手に入れました。あ、気持ち悪すぎない？
お前、マジで？マジで言ってる？すげえ気持ち悪くない？やば、やば。あ、やば。なに？息が多すぎんな。一旦隠れよう。はい、ザコー。はい、さようなら。え？お前ただで吸うと思うなよ。お前ボディービルダーマッチョみたいな野郎。ナンプ死んだ。待って、ナンプのアイテムって何？お花。お前許さねえからな。お前この野郎。そういうことか。私ボルちゃんいるから聞かねえんだこれ。ザコめ、悠々白書にいただろお前。 100% だろ。 100% ジジイだろお前絶対。いや、しかもさ、俺気になるのはそのさ、え、あ、やっ、いろいろ燃えた。うわ、 100% とかしてデスポンしてるわ。あとさ、あれ、なに地獄の怒りが発生してます。なんかいるんですけど、いっぱい。あいつって、あれあれ、これはネザーのやつじゃないのか。ネザーのやつがいっぱい出たわ。出た。やばい、やべえ、やべえ、待って、やべえよ。